ラジオを並びに、アプリでお聞きの皆さん、こんばんは。声本ラジオのお時間です。この番組は、声本、声の本屋さんがお届けするさまざまな、声に関する情報や企画をお届けする番組となっております。毎週土曜日21時から21時50分まで、私中井亮太郎がお届けしております。はい、今週もですね、早速ミュージカルのコーナーからいきたいと思うんですけれども、ついに、先週かな、4月に公演する美女と野獣の、オーディションが終わりまして、実際にキャストの方がね、ちょっと決まってきました。はい、詳しくはね、これからちょっと本番に向けて稽古も始まっていきますんで、どんどん出演者のことをね、ピックアップしてご紹介していきたいな、と思ってますんで、はい、楽しみにしていてください。もうね、やっぱり我々がやっている本格的なミュージカルっていうのはね、もう歌唱力が基本的には皆さん抜群なので、こんなに歌うまい人いるのっていうぐらい皆さんね、歌がうまいという、もうプロの方なんでね、すごいです本当に。なんというか、きちんと学んできてるし、真面目みんな、でまたね、大山ひろし先生の楽曲がいいんですよ。あんまり聞けないと思います。他にあんまないな。なんで、この JMA がね、やっているこのミュージカルは、これから少しずつですけれども、大きくなっていくと思います。はい、で何度も、毎週お伝えしてますけれども、宮古島でね、ミュージカルが、我々のミュージカルが上演できるように今、動いてます。はい、これ皆さんの思い、どこかに届けてください。例えば宮古島市役所に電話していただくとか、なんか勝手な行動をしていただけるとすごく嬉しいです。はい、まあ着々と我々も交渉は進めているような感じなんですけどね。はい、まあこんなのは、まあ実現するかしないかは分かんないけど、やっぱり実現したらいいなって気持ちをね、常に持ってやってます。はい、まずはじゃあ、先週からもずっとね続いてます、昨年の暮れに行われましたミュージカルラプンツェルの公演中の、音声を一部お聞きください。こんにちは。こんにちは。ごきげんよう。ごきげんよう。はじめましてよろしく。はじめましてよろしく。聞いていただきましたのは JMA ラプンツェル、ミュージカルラプンツェル、はい、昨年暮れの、公演し、音声の一部を聞いていただきました。このシーンはね、幼少期のラプンツェルが、魔女に、話し相手としてオウムを紹介されるんですね。それでオウムはもう本当にラプンツェルが喋る言葉を全部真似してね、でラプンツェルがもうすごく嫌だったんですけども、なんか仲良くなやれと魔女に言われて、それで仲良くなる歌を歌って、それで、ちゃんちゃんと2人ともオウムもラプンツェルも仲良しになったっていう歌なんですけど、これ歌ってるこの、お二人、これまだ小学6年生です。
小学6年生でこんなに歌唱力あるってすごくないですか。あの先週お届けしたあのラプ幼少期ラプンツェルのソロのバージョンもバラードもありましたけど、あの子あの本当に上手だし、もう美人さんだしね、あの手足も長いし、もう将来楽しみでしょうがないんですけれども、本当にね声の質がまたさらにここ1、2年ぐらいで磨かれてね、とんでもなく良くなってますね。楽しみ。うん、このオウムちゃんのね、出演の方もとても良くて、はい、名前言っていいのか良くないのか分かんないんで言わないですけど、気になった方はぜひね、YouTube でミュージカルラプンツェルで検索するとダイジェスト動画出てきますんでね、はい、一連の流れ見れますんでぜひ見てみてください。この落語にもいろいろなオチがございまして、中に間抜けオチなんてのがありまして、お、きつさん見ね、あそこのほらあのタバコ屋の前歩く女や、どういい女だろ、どれ、あら、あ、なんていい女なんだろう、男が見りゃゾクッとするね、ふるいつきたいよってのはあれだね、それよ、あの人お前知ってんだよ、ええ、知ってんだよ、あれ乾物屋の御家さんだよ、え、そうかね、いや俺は買い物に行ってね釣り銭もらったりなんかした、その頃まだ亭主が生きてたがね、目の当たりに見たか、あんな美人じゃなかったかね、それだよお前、女てえものはね、亭主が亡くなる、独り身になる、ちょっとお化粧なぞするとガラリ変わっておめえ色っぽくなるもんだよ、だからおめえドドイツの文句にもあらな、御家という字は後ろに言えよ、前の空き家は誰に貸すなんて、どうだい色っぽいだろ、色っぽいね、はあ、御家になるとあんな色気が出るもんかね、俺の女房も御家にしてえな、バカな話がありますが、こんちは。おお、来たかい、今日はゆっくりしていけんのかい、ええ、そうも知られませんでね、実はちょっと隠居に聞きたいことがありましてね。何？いや、これから私悔やみに行こうってんですがね。ほう、悔やみ、ええ、でね、悔やみの文句を教えてもらいたいんですがね。悔やみの文句なんてのはお前大抵決まってるもんじゃないか。いや、それがそうでないんだ。決まりきった文句が人前でちゃんと言えれば一人前だてが全くだね。やしゃね、こないだ生まれて初めて悔やみ言ったんだよ。手ついて、御家さんが泣いてるところへ入って言ってね。さて、この度はとこう言ったん。うまいじゃないか、お前。大抵悔やみの枕言葉はさて、この度はだ。え、そこまではよかったんさ。ところがね、メソメソした顔見るのも辛いってから、ひょいっと顔を上げるってとね、仏壇にうまそうなものがずらっと並んでるん。それを見たら思わず、ごちそうさまってそう言っちゃってね。お前はダメだね、そんなこと言ったら。泣いてるご客さんが笑い出しちゃってね、どうも締まりがねったらねえんだ。まあ、悔やみの文句なんてのは大抵決まってる。さて、この度は誠にご愁傷様なことで、突然の出来事であなたもさぞお力落としでございましょうが、あまりお嘆きになりますと、亡くなった方も浮かばれません。もうできちまったことは仕方がない。これからは、お気を確かにお持ちになって、とか何度か言ってな。で、まあ、用があったら手伝ってくりゃいいんだが。しかし、お前、どこへ悔やみに行くん？え、伊勢屋の。伊勢屋の旦那が、また死んじゃったん。お前は不思議なこと言うね。また死んだてえと、のべつ生きたり死んだりしてるよう、ね、いや、それがさ、話横っ腹からしたからわからねえ。いや、実はね、8年前にあそこの大旦那亡くなりましたろ。いい人だったな。あんないい方、めったにいないもんだ。うん。で、あの大旦那亡くなって、おばあちゃんと一人娘。
あのお嬢さんがまためっぽういい女だ、小町娘だ、弁天様だなんて大変な評判。あのお嬢さんの顔見たさに用もねえのにあそこのうち行く人が増えたぐらいだよ。実にいい女。あんなお嬢さんにどんな婿さんが来るのかな。おばあちゃんの方も一人娘で婿取りだ。悪い虫がついちゃいけないってんで人に頼むから八方振るように縁談はある。ところがあのお嬢さんが男嫌いてえのか嫌だ嫌だ。ところがひょいっと縁談が舞い込んでピタリまとまった。さあ婚礼の当日手伝いに行ってびっくりした。その婿さんのいい男ったってね。はあ、定型いい男ってのは嫌味があるもんだが、嫌味も何もねん。役者がいい男だ、笑わせんじゃねえや。あれは面にベタベタなんか塗ったり目張り入れたりするからよく見える。ところが素顔がいいんだ。二人並べや一対のおひなさま。さあそれがまとまったら、おばあちゃんが安心したものか3、4日後に亭主の後を追ってこの世をさらばしまった。夫婦二人だけ仲ベタベタにいいや。するてえとね、1年半ほどするとあのもともと色白の婿さんがガクッこうなってきた。おや、いいかなと思ったら寝込んだてんで、見舞いに行こうかなと思ってたら死にました。お気の毒だね。で、二度目の亭主、こりゃ千の亭主に懲りたんだろうが、まあなんと今度はガラリ変わって上位式。はい、お聞きいただきましたのは朗読家市川和也さんの落語百選から短命という作品の、冒頭から、約10分近く聞いていただきました。はい、10分も経ってないな。新作です。先月新作3本追加できました。ちょっとね、市川さんちょっと売れっ子なんで、ちょっと大手の、ボイスブックの制作会社から我々もちょっと何冊か毎月、制作のお仕事をいただいてるんですけど、市川さんだけで2冊本をね読んでくれというちょっとオファーがあって、もう先月はほぼそれに時間を費やされましたので、新作が3本だけまあなんとか追加できたっていう感じですね。しかしよう口回るわ。この作品でも 2、30分あるんですけど、ずっと喋ってますもんね。全然疲れないらしいですよ。すごいな。まあ僕なんか人間ってね、あれらしいですよ。でも例えばお説教ってあるじゃないですか。お説教ってお説教してる人がそのやたらお説教終わんないで長いみたいなあるじゃないですか。上司の説教が長いみたいな。あれは脳科学的に分析されてて証明されてて、結局説教してるとね、アドレナリンがどんどん出てきちゃって気持ちよくなっちゃうらしいんですよ。だからその快楽中枢みたいなもので、どんどん気持ちよくなっちゃうから、どんどんこう止まんなくなっちゃって永遠に話が続くと。でなおさらさらに酔っ払ったりとかしてると余計止まんなくなるっていうね。はい、結構この話最近周りにしてて、へえそうなんだというふうに皆さん驚いてくれるんですけど、これもねボイスブックから実は得た知識なんですよ。はい、なんで結構ね、実際本で読まなくてもこう聞き流しでもこういうなんか雑学的な話っていろいろボイスブックで吸収できるから、皆さんぜひボイスブック聞いてみてください。耳でね聞くだけで結構知識増えますよ。はい、で、毎週土曜日は、土曜日21時から21時50分は声本ラジオの、お時間です。はい、ラジオお聞きの皆さん、沖縄那覇市の皆さん、もしくは、ラジオアプリ、の、方でお聞きの、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、そうですね、もう2月入りましたね。もう早いのか。まあでも本当にもう40歳に僕なりましたけど、去年もう本当1年なんてあっという間ですよ、はっきり言って。もうね、一日もう全力で私なんかも生きてますけども、はい、本当にね、なんかどうなっていくんだろうね今年ね。これからもう年号も変わるでしょ。ねえ、年号どうなるんだろうね。まあなんか本当に
これからいろんなこと起きると思いますよ。結局1年経ってみるといろんなことあったなってなるとは思うんですけどね。うん、まあ先月も実はもういろんなことありましたけどね。うん、ただまあいつ例年に比べると人と会う回数ものすごく減らしてるので、もう声本命でね、もう本当にある意味余計というわけじゃないけど、なるべくあの、こう直結しないこう付き合いっていうのはもう今立ってきてますから、私もね、はい。なんでそういう意味ではね、あんまり人と会ってない分なんか長く感じてないのかもしれない。うん、どうして長く感じるのかっていうのもちょっとまた調べてみようかなと思いますよ。はい、ということで市川和也さんの落語百選から短命でした。仕事がやめた、ストレス社会で働く全てから、売れてないやつはゴミだ、そんな変化してるやつごめん、泣いて花にはなれなくて崩れてる僕のいつだ、仕事辞めたい、自由でたい、音楽が好き、だから歌うんだ、苦しくてもがいてる、動けない、仕事辞めたい、でも逃げないよ、何よりも好き、だから働こう、忘れないよ、あの日の絶望が見えた夜に、やってらんで金にはならない、休みだってない、年ばかり食ってゆく、この先が見えなくて不安しかない、やってらんで全部やめたい、くれてある人生。はい、お聞きいただきましたのはエイトカンパニーで、仕事辞めたいという楽曲です。はい、このエイトカンパニーさんって皆さんご存知ですか？あのね、僕らちょっと結構付き合い長いんですけど、一緒にお酒が飲めるアイドルっていうことで、飲みドルっていうキーワードをね、初めてこの世に誕生させたアイドルユニットなんですよ。で、実際に今、新宿の歌舞伎町に東京のね、飲みドルスナックっていうのを本当に今やってて、で、なんか調子いいらしくて、去年の12月に、飲みドルスナック六本木店とかオープンしてるんですよ。すごいよね。で、社長がまあとにかくなんかやり手というかね、なんか情に熱い女性で、こうなんかそこにこう側近じゃないけど、こう作曲で今これ歌歌ってる、これおそらくそうなんだけど、アスカピアスっていうね、作詞作曲をやっていて、もう見た目もとても美人のね子がいて、その2人がなんかある意味中心メンバーみたいな多分なっててね。で、ずっともう何年もやってんですよ。でもうなんか見てると、もうなんかいつなんか解散するのか、まあ潰れるのか分かんないような、なんかギリギリの危ない橋を渡ってるようには見えつつ、今なんかなんとこう
飲みドルスナックをこう全国展開するみたいな、なんかね、展開を考えてるみたいです、社長が。すごいよね。うん、なんか僕が感動しちゃって、だからラジオで楽曲紹介するから曲送ってって思わず言って無理やり送ってもらったっていうね。はい、というなんかね、出る杭に、紐づいていくっていうのが僕のやり方です。はい、それでなんだろう、このノミドルさんはのこのノミドルスナックのね、このコンセプトが僕はすごくいいなと思ってるのが、うん、なんだろう、もともと一緒にお酒飲めるアイドルっていうこのコンセプト自体がね、まあ、新しいといえば新しいんだけども、スナックというビジネスモデルっていうのはそもそもあの経費が安くて、あのお客さん参加型っていうのがね、まあ、もう本当に全国でスナック通われてる方だったら分かると思うんですよ。沖縄のね、沖縄にもいっぱいスナックもあると思うし、飲みあると思うんですけど、やっぱりなんかこうアットホームというかファミリー感ってあるじゃないですか。あそこをね、なんかギュッとね、さらにこうアイドルって言っても、まあ、あのちょっと大人のアイドルだから普段社会人のやってたりとか、あのちょっと芸能もやりたいんだけど、まあ、やっぱ現実的には稼がないとみたいな人たちをうまくこう活動のね、あの範疇に入れてるんですよ、この社長が。うまくて、でなんでなんていうか、こうザゴリゴリの芸能っていうよりかは、なんか一般社会人のマインドも持ちながら、でも出口はやっぱりアイドルで、ちゃんとライブ活動とかも実際やってるし、結構すごいんですよ。ジョイサウンドのね、アイドルライブラリーって、ジョイサウンドが企画してやってる、まあ、ジョイサウンドの上に出版会社で、エクシング、ミュージック、エクシングミュージックだっけなっていうのがあるんですよ。で、そこでメジャーデビューとかもしてるんですよ。だから、なんかね、ほんとこのまま突き進んでほしいなと。やっぱりあれだよね、コンセプト一回決めたらこうブレないでずっとやり続けるっていうのはこれすごいことですよね、やっぱり。うん、やっぱり結果出てくるね。うん、でなんか正直、あのノミドルの社長、年々 1.25 倍ぐらいずつ太ってる気がする、太ってきてる気がする。でなんかもう10年後とか多分すごい姿になってる気がする。うん、まあ、それでもいいんじゃないかなってちょっと思う。ただなんとなくなんか最終的に大金持って、あの歌舞伎町でさ、あのなんかあの最近話題のさ、ホストのさ、ローランドみたいなのにさ、なんかボーンってなんか大金積んでさ、でまたお金なくなっちゃったみたいなこと言って、気がついたらまたなんかいろんな人に裏切られて路頭に迷うみたいなことになんないかなってちょっと心配してる部分はあるんですけどね。はい、まあそれは余計なお世話ってことで、はい、これからもね、あの皆さんノミドル、エイトカンパニー、これぜひ応援してください。どんどんユニットもね増えてるみたいで、うん、あの若い子もね、なんかそうだよな、だんだん意識高い子集まってくるんですよ、こういうのって。最初ね、あの何あれって舐めてみんなやってんだけど、だんだんやってるうちにね、結構ノミドルが有名になってくるとね、そのやっぱりこうそこで売れてやろうっていう、こう意識高い人たちが徐々に集まっていくんですね。まあ、これがイノベーターっていうのかな。なんかそのビジネスの中でなんかそういう論理があるらしいですよ。うん。だから今多分どんどん質良くなっていってると思うんで、まあ、質が悪かった人って言われてる、私みたいな感じを思ってる人いたらすいませんね。はい。でもやっぱりそういうもんなんで。はい。ということで、あの本当にあのエイトカンパニーさん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。応援してあげてくださいね。はい。ライオン25年目のただいま。皆さんこんばんは。女優小野由利の映画の話をしましょうよのお時間です。本日は、なぜか私のインド人のお友達のお家から録音をさせていただいております。 Hello リリさん、 Say hello to us. Hello. いつも、カレーをご馳走になっております。なぜかと言いますと、今日ですね、ご紹介する映画がライオンという映画なんですが、こちらインドのお話が出てくるので、ちょうどいいからこの映画のお話を紹介しようかなと思ったところです。いつものごとく事前情報を全く入れずに、こちらのライオン、放題だと25年目のただいまがつきます。こちらの映画を見始めました。まるでですね、私が持っている恐怖を具現化したような映画で、すごい怖かったんですが、こちら実話なんですね。お話の内容が、1986年、インドのスラム街で暮らす5歳の少年サルーは、兄と仕事を探しに出かけた先で、停車中の電車で眠り込んでしまい、家から遠く離れた大都市カルカッタまで来てしまう。そのまま迷子になったサルーは、
やがて養子に出され、オーストラリアで成長し、25年後、友人の一人から Google Earth なら地球上のどこでも行くことができると教えられたサルーは、おぼろげな記憶と Google Earth を頼りに本当の母や兄が暮らす故郷を探し始める、こういったお話になっております。私電車が高校ぐらいまで一人で乗れないくらい怖くて、知らないところに行っちゃうんじゃないかっていう恐怖をずっと覚えてたんですね。それがまさしく具現化したストーリーとなっております。日本は島国で本当に良かったなと改めて思ったんですが、もう果てしなく続く電車の中で眠り込んだ本当に小さい5歳の少年が、もう心もとなくてどうしようもなく不安になる、見終わった後もなんだろうな、ずっと心が迷子のままの感覚でした。実際撮られているの、インドで撮られている撮影風景がすごく長かったので、すご不思議な体感を彼と一緒にずっとしているような、そんな映画です。でキャストなんですが、主演デブ・パテルさん、こちらスラムドッグミリオネアで有名な彼ですね。海外作品のインド人青年は大体彼のイメージです。でもですね、私の中でインド映画のイメージは彼にはないなと思ったら、イギリス出身なのでイギリス人なんですね。やっぱり英語が綺麗だから採用されるのでしょうか。幼少期を演じたサニー・パワール君、彼、2017年度のアカデミー賞のスターでしたね。もしご存知の方いたら、写真を見てもらって、あーこの男の子かって思われると思います。さらにニコール・キッドマンさん、私彼女のことはね本当にものすごく美しい方なので、お芝居はもうどうでもいいんじゃないかなっていうほど私の中では女神なんですね。でなぜかというと、ロブ・マーシャル監督のナインっていう映画、ご存知の方はお分かりになると思うんですが、もうとにかくニコール・キッドマンさんが美しい、そのイメージなので、今回のライオン25年目のただいまを見た時に驚きました。いやもうここ外見ではなく心が美しい天使だと思いました。素晴らしいです。お芝居も本当に、あこの方本当に素晴らしい女優なんだなって改めて思いました。ライオン25年目のただいま見ていただくと、きっとこの彼の心そのものが自分に乗り移るような、そんな感覚を受けると思います。ぜひ見てください。Hey Lily san, thank you for the lunch. Where are you from? I'm from India. I know. Which part of India? Mumbai. 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 I'm talking about the movie. It's called Lion. It's the boy who lost in India, and he is Indian, but he was 5 years old and finally, he somehow arrived at Australia, and after 25 years later, he start looking for where he comes from. It's a very good movie. Let's watch it together. Yeah. というわけで、ありがとうございました。またね。はい、ということで、今週も、小野由利の映画の話をしましょうよ。またもや、ボイスメモでね。送っていただきました。はい、毎週土曜日、21時から21時50分は、声本ラジオのお時間です。沖縄、那覇市並びに、アプリでラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。はい、ということでね、なんかこの中間的なこのお伺い立てるタイミングおかしいよね。うん、しかも噛むし、そうで、まあいいや、ライオンっていう映画らしいんですよ。インド映画なのかな。うん、でインド人のリリーさんの家でランチをいただきながら映画の話をボイスメモ取って送ってきたと。だって後ろでさ、スプーンの音カチカチしてたもんね。あれ？でもインドの人って手で食べんじゃなかったっけ。あ、わかんねえな、なんでカチカチ言ってたんだろう。いやー美味しそうだね。多分カレーとかなんでしょうけども、そうそう。でなんか最後の方にさ、小野由利さん英語喋ってたよね。
なんか堪能な感じで、あれ意外とこうね、プロデューサーとかさ、いろんな人聞いて、あ、この人英語いいじゃんとかなって、なんかちょっと英語に関する仕事を取ろうとちょっと狙ってんですよ、きっと。はい、まあいいと思いますけどね。はい、僕喋れないし、うん、やっぱ羨ましいね。うん、まあ本当に英語が必要になった時にはもう僕も真剣に英語のなんか英会話とか学びますけどね。うん、まあ今のところはまだなくて生きていけるんで、うん、とは思ってます。はい、いやー、しかしね、本当にいろんな映画見るよね。うん、尾上さんやっぱ映画女優としてもっとね、いろんな分野に進出してもらいたいなとは思いますけども。うんね、結構でもあれですよ、ね、今年公開される結構大きな映画にもね、いい役で出演してますからね。うん、ついこの前試写会があったんですけどね、結構お偉いさんから感謝されてましたからね、彼女。うん、まあこの先ちょっと期待ですよ。はい、これ聞いてる役者の活動されてる方々、今尾上さんと仲良くしておいた方がいいかもよ。はい、ということで今週も尾上の映画の話をしましょうよでした。で、すいません、バックで流れてる楽曲なんですけど、前にゲストで出ていただいた本間愛香さんの、楽曲をご紹介させてもらってます。はい、最初が Thank you for you だったっけな。うん、ちょっと曲名今度調べておきます。はい、とにかく本間愛香さんの、アルバムから楽曲を流しているということです。はい、ありがとうございました。ピックアップ声ボンヌ。はい、ということで今回のピックアップ声ボンヌのコーナーなんですけれども、串田千幸さんにお越しいただきました。はい、串田さん。はい、どうも、串田千幸です。はい、よろしくお願いします。で、今日ね、先ほどボイスブックの収録を、終えたばかりなんですけれども、はい、今回やっていただいた作品が、はい、なんていうタイトルですか。カエルの王様です。はい、カエルの王様。はい、どんな話ですかね。実は王様、実は王子の男の子が魔女の悪い呪いによってカエルにされたんですけれども、はい、森の中で可愛らしい王女様に出会って、はいはい、でその王女様が大事にしていたマリを取ってあげた代わりに、うんうん、まあお姫様のお近づきというかお城まで行けるんですけど、はい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 、それで、まあ、お姫様といろんなことがあって、うん、最終的にその王様が人間の姿、王子様、うん、カエルの王子様が人間の姿に戻って、うん、まあお姫様とおそらく結婚一緒になっちゃうみたいな。あ、なんかその話の展開って美女と野獣とかさ、はい、なんかシュレックじゃないけどさ、なんかあれだよね、はい、ある意味その醜い姿からさ、はい、美しい姿に戻るとかさ、うん、なんかストーリー展開としてよくある話だよね。そうですね、うんうん、これそういう元になってんのかな。そうですね、こちらがどうなんでしょう、古いんですかね、その飾る中では、うん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 、その王女様とはもともと関係あったの、はいはい、関係ないです。あ、出会うんだ。出会うんです、森の中で。マリを拾ってあげるの。マリを拾って。そんなマリ拾えるぐらいでけえカエルだった。泉の中に落ちちゃったマリを潜って取ってあげるっていう、うん、取ってあげたんです、カエルが。ってことはウシガエル。ウシガエル？ウシガエルっていうかむっちゃでかいカエルってことでしょ。マリ、マリってめちゃくちゃでかいよね。でかいですね。うん。え、だってソフトボールとかよりでかいでしょ。でかいですね。大人の広げた手のひらぐらいありますよね。カエルが拾うって千と千尋の神隠しに出てくるあのカエルぐらいでかくないとあれだよね。はい、うん、なるほどね、はい、誰が描いてる作品だっけ。グリム兄弟。あ、グリム兄弟か、はい、グリムか。えってことだ、あれ美女と野獣とかもグリルじゃねえ、なんかグリル兄弟じゃねえ。グリム兄弟、グリム兄弟ね、はい、グリム兄弟の作品と他にも知ってますか。グリム兄弟あと何があったかな、うん、赤ずきんとかは違います。ああ、そうだっけ。でも結構有名なのいっぱいあるよ。いっぱいあるんですよね、うんうんうん、そう、皆さんね、子供の頃から聴いてるとか見てるとかね、うん、多分結構あるよね。はい、うん、そうそうそう。じゃあ串田さんはあれなの、あんまり童話とかは読んでこなかったってこと。
読んでないですね、童話、子供の時、はい、子供の時がなかったのかな。いや、ありますありますよ、あります、うん、じゃあ子供の時はどんな作品読んでたの？子供の時は、うん、あの絵本をあまり読んだ記憶が長くてですね、はい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 、もっぱらアンパンマンとか見てましたね。アニメを見てたのか。はい、アニメを見てました。なるほどね、テレビという恵まれたね、はい、そうなんです、デバイスがあったということですね。そうなんでございます、はい。あ、じゃあそのアンパンマンが好きで、はい、あの声優に憧れたの？あ、違います。あ、違うアンパンマンももちろん大好きなんですけど、うんうんうん、それは食べる専門で。そうですね。あ、そう、はい、美味しいですね、うん、美味しいと、はいはい、あの出発点はあの、うん、セーラームーンなんです。はい、もう6年、うん、5年か6年ぐらいずっとアニメ放送をやってたんですけど、はい、私ずっと初回から見てまして、うん、途中であのなんかウサギちゃん主人公なんですけど、ウサギちゃんになりたい、うん、変身したいと思ったんですけど、うん、なかなか変身できなくて、はい、どうしたらいいかと思った時に、はいはいはい、まあ、声優という職業があると知り、うん、やりたいとなって。あ、なるほど、はい、それで、出身がどちらでしたっけ？愛知県です。愛知県から、上京して、はい、声優の道を志して活動を始めたということですね。はい、そうです。大体それが何年ぐらい前ですか？こちらに来たのはもう8年ぐらい前です、うん、なるほど、はい、うん、まあ、そこそこね、お年を召してるということで、はい、やだ、まあね、うん、なんかそのハスキーボイスでやだって言われてもなんかちょっと全然イメージつきづらいですけど、なかなかでもね、はい、記憶に残りやすいかっこいい声されてますよね。ありがとうございます、うんうん、あれですか、今後こういうことをもっとやりたいとか、そういえばあの舞台出ますよね。はい、ね、舞台出ます、ね、あの舞台にもチャレンジということで、チャレンジします、はい、で、はい、去年は朗読劇にも出演して、はいはい、ちょっとアクティブになってきたのかなと。そうですね、はい、おかげさまで、はい、声本の方でも、先月、サルカニ合戦と、義経と弁慶っていう作品もリリースしてますからね。はい、はい、リサの皆さんね、ぜひこれ聞いていただきたいんですけども、はい、はい、お願いします、うん、串田さんは趣味とかあるんですか？趣味は、うん、趣味は特にはないんですが。趣味がない、はい、ただあの、そうですね、自分ファッションと、うん、あと何ですかね、自分磨きというか、その、うんうんうん、自分のボディチェックが好きで。ボディチェックが好き、はい、ボディチェックが好きってなんかあれだな、うん、なんかすごいあの美容の通販番組みたいな話だな。いやいや、なんかあの、うん、こうね、なんか脱いだ時に、脱いだ時、あ、うんうん、はい、あの、うん、お肉がこういい感じについてるかどうかとか、うんうんうん、そういうのを毎日チェックするのが大好きで。お肉がついてる、お肉が落ちてるじゃなくて、お肉がついてる方ですか？あのどこら辺にどのぐらいついてるかみたいな。なるほど。でどこの部分をちょっと削ろうかなみたいな。ああ、はい、じゃあそれに向けて筋トレとかするんですか？します、します。あのゆるいやつなんですけど、ゆるい筋トレをします、うん、はい、はいはい、あれなんだ、あのアウトプットが、はい、あの声優のこの声を出すために、はい、あのこういうトレーニングをしようじゃなくて、はい、肉を、はい、増減させるために、はい、トレーニングをしていると。なんかこう見た時にシュッとなってると、ね、テンション上がるんですよ、うん、自分が、あ、綺麗な体みたいな、うん、もうね、もはやあの声優の人なのかどうかもう全然分かんなくなっちゃいましたけどね。すいません。まあ、何かね、あの、はい、自分を磨くっていうことに関しては、はい、決してこれマイナスにはもちろんならないと思いますし、はい、できるだけやっぱり美しい自分でありたいとかね、はい、大事ですよね、そのモチベーションを維持する上でも。普段声優の、スキルを上げるためにどんなトレーニングをしてるのかってのあるんですか？スキルを上げるためにですね、うん、もう歩きながら、まあ、できる限りウイロウリをやっております。できる限りウイロウリをやっている。はい、そのままウイロウ買う人いるんじゃないですか？買ってくれたらいいなと思ってるんですけどね。愛知県出身だしね。あ、そうです、ウイロウね、はい、あれだもんね。ぜひともぜひともお買い求めいただきたい。本当に売っちゃえばいいのに。あ、そしたらもっとな、あれじゃない、あの感情入るじゃない。そうですね。どっから仕入れようか。いや、仕入れんの、いや、あの売れてから仕入れればいいんだよ。はい、
そんなウイロよりやってる割にはあれだよね、結構噛むよね。噛むんですよ、すごくこのもう本当にもう何ですかね、うん、もうちょっとね、うん、もうほんとお耳汚しですけども、うん、まあ、いやいや、まあ、あの結局あのリスナーの皆さんには完成品しか聞かせないから。そうですね、はい、あのということで今ねちょっとあの生で朗読してもらいたいんですけど、ちょっとこのシーンでね、冒頭のシーンでいいので、あのちょっと今日やったもののちょっとやってみてもらっていいですか。はい、はい、お願いします。昔々、誰のどんな望みでも思うように叶った時のことでございます。はい、ありがとうございます。これ以上やると噛みそうなんで、そうなんです。これぐらいで、そうなんです。今日はもうちょっとすいません、はいね、はい、本当に声がねいいので、もうだいぶ得してると思うんですけども、はい、得してます。ね、記憶に残る声をしてると思います。もっとねこうそういった意味では、止まらないでね、スムーズに読めるように、はい、やっぱ噛むこと気にしちゃうとその分ね感情が切れちゃったりとかしますからね、はい、うん、そこはもう本当にプロフェッショナルの意識でもっとやってもらえればいいんじゃないかなと思いますけども、はい、はい、ね、声本で今後ねもっと作品も増やしていきつつ、はい、いろんな場面でちょっと活躍もねちょっとしてもらいたいなと思ってるんですけども、はい、串田さん、10年先の自分はどうですか、想像できてますか。10年先の自分、はい、はい、できてますよ。どんな自分になってるんですか。んー、もう絶対具体的に言えない音がないくらいのことにはもちろんなっていますし、うん、じゃあ10年かかるのそれ。いや違いますよ、違いますよ、あの10年かけて仕上げるってことではなくて、うん、あのもう滑舌克服するのに10年かかるの。染みてるってことです、染みてるってことです、体に染みてますよってことです。じゃあ、はい、10年かけてそれをやってたんだったらもう今すぐ死にます。いや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 、そうなんです、そうなんです、そうなんだ。そんなにかからないですよ、うん、もちろん、うんうんうん、はい、うん、あ、じゃあ結構あれなんだね、はい、まあ、マイペースといえばマイペースだけどさ、はい、10年後の自分ってさ、はい、結局ほらどうなってるって言ったら大体人間ってのは立場とかさ、はい、こういう人になってますっていう話じゃない、はい、うん、そういうのは別にないのね。あります、あります。 あるの10年後。ありますよ、もちろんです。何どんな、もちろん私アニメに出てるのが夢なので、あ、もうアニメのレギュラー取ってると思います。10年後には確実に。10年後に、うん、10年後には取ってると思います。なるほど、いいですね、はい、じゃあそれは逆算してね、はい、うん、まあ、10年かかんないかもしれないしね、はい、うんうんうん、それはもうぜひ目指していきたいところですね、はい、アニメがもっと世の中に多く出てればいいよね。そうなんですよね。いやでも結構出てる方だけどね、ここ最近ね、はい、むしろアニメーターさんの仕事が多くの大変すぎちゃってね、はい、もうほぼブラック業界だもんね。そうですよね、うん、本当にお体が心配。そう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 、みんなね、はい、アニメーター給料安いし仕事大変だしって、あれもう本当やりがいでしかないもんな。うん、この状況なんとかしないとね、はい、うん、アニメーターになっちゃえばいいじゃん。アニメーターですか。私腰痛持ちなので。立ってやればいいじゃん。ああ立って、斬新ですね。アニメーターになって自分が声を入れるっていうね。あ、うん、いいですね。なんかそんな人いたような気がするお前ね、うん、いましたか。いやでもね、はい、極論、そういうことだってね考えていく人が出てきますよ、はい、でも いますよ、うん、ほらなんだっけ、ほら名前忘れした、すげえあれだよ。でも神うさぎロペとかも、はい、あれ自分で作ってるんじゃないですか、全部。で、あれ自分で声入れてるでしょ。あ、そうですね。あとほら、なんだっけな、ちょっと絵がさ、はい、なんかもうほんとカクカクしたフラッシュアニメでさ、海賊の変な人も出てきたりとかさ、あるじゃん。あー、わかる。赤い、ゴールデン X じゃなくて、ね、違う、赤い感じの、なんか絵的に全体的に赤いんだけど、なんだっけ、なんだっけ。で、結構有名なやつでさ、絵は結構雑なんだけど、はい、あれも結構一人で全部の役やってるって話だね。あ、鷹の爪ですか。鷹の爪、そう、鷹の爪もあれ、アニメも声も全部一人でしょ。はい、うん、でほら、そういうことじゃん。そうか、いるな。そう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 。究極ね、はい、自分で主演やりたいってね、はい、意外とそれ今簡単にできるし、ね、だって自分で発信できるじゃん、 YouTube で、はい、しかも生実家アニメとか、はい、漫画をコミックアニメーションとかさ、漫画を切り抜いてやったりとかって結構アクセス取れるからね。はい、やっぱ面白いからさ、うちでもやっぱりアニメーションね、何個か今まで手間かかるけど作ったことあるけど、うん、やっぱりアクセスやっぱりあるもんね、結構。やっぱみんなね面白いの好きだからね。はい、うん、そう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 、だからそういう発想もね、もっともう養ってもらえるようになるといいんですよね。はい、うん、
そうよくあるのよ、あのどこでもそう、芸人さんとか何でもそうなんだけどさ、はい、チャンスが来るのを待ってるんではなくてね、やっぱり自らクリエイティブしていく人っていうのがこれからの時代でやっぱり重要なので、はいはい、そういう、ことを1分1秒でも多く考えられた人がチャンスをやっぱり掴んでいくっていうことにやっぱなるのかなと。で実はスキルを上げることよりもそっちの方が実は一番大事。なんでかっていうとね、そういうことやってるうちにスキルって勝手に追いついてきちゃうのね、はい、うん、っていうことなんですよ、はい、うん、だからまあそれを含めて、まあ、この今我々は声ボンヌっていうプロジェクトやってるんですけども、はい、うん、声ボンヌっていうのは結局ね、もう飛び級なわけですよ、最初から本番だから、はい、うん、本番やった方が成長するに決まってるんで、はい、うん、まあ良くも悪くもっていうか、はい、クオリティは超えてて、はいはい、うん、だけどねそのクオリティの水準もね、誰が判断するのって話なんですよ、水準委員会とかあるわけじゃないし、うん、うん、聞いてる人にちゃんと伝わる、うん、でこれが100人中100人絶対どんな人でも伝わんないから、うん、ね、今ねプロの朗読家とも一緒にやってるけども、その人でも間違えるしね、実際、うん、言い間違いとかも後で結構あるしね、うんうん、だからねそれはなんか完璧なんていう人はまあ基本的にはいないんだけども、うん、ただやっぱりその時自分のベストをちゃんと出せてるかどうかっていうのはやった方がいいよね、はい、うん、うん、もちろんです、そう、 そういう感じです、はい、はい、ということで毎回ね途中から僕がずっと熱く話してるっていうね、はい、そうですね、はい、岸田さん、そういうことでね、はい、これから、活動していく熱意というか、はい、思いをね、はい、ちょっとリスナーの皆さんにお伝えいただけると、はい、はい、ラジオってちなみに出たことある？ラジオはないですね。あ、じゃあこれ初じゃん。あ、初ですね。これ YouTube にも公開するし、はい、あれだよ、沖縄の FM レキオって那覇市、はい、だから36万人、はい、うわ、で年間だいたい600万人ぐらい訪れるから那覇市って、はい、那覇空港あるからね、はい、沖縄の玄関から、はい、そうですね、玄関から。でほらやっぱレンタカー借りるじゃん、ね、はい、で車の中で暇だから聞くじゃん、はい、そこにさ、ふわって流れてるかもしれない。はい、聞いてください。なんなん。それで、はい、あとアプリ。アプリ、はい、アプリとか使いますか？アプリは、自分ではちょっと怖くてできないんですけど。怖くてできないって意味わかんないですけど。なんかこれなんだろうと思って。あ、そう。慎重になります。大丈夫、そんな。あ、でも最悪スマホぶっ壊れるだけだから。怖いな、うん。で、はい、そのチューンインラジオっていうね、はい、アプリがありまして。はい、そのアプリはまだダウンロードされてないですか？あ、してます。すごい偉いね。はい、しましたよ。そう、もちろんです。はい、はい、そう、自分の声流れてるからね、実際に、はい、はい、このチューインラジオというアプリは全世界で、はい、ラジオが聞くことができると。うーん、はい、これはなんと1億ダウンロードされてるわけですよ。はい、これはすごいですね。すごい、1億。ただね、はい、今時ね、はい、正直 YouTube とかね考えたら、はい、YouTube なんてもう何十億人ですから、はい、うんうん、まあ、それに比べたら、まあ、ラジオに特化しているという部分で言うと1億ってのはすごいんです。すごいですよ、うんうんうん、で YouTube ほどインターネット、まあ、電池消費がないというかね、うん、やっぱラジオアプリなのでその分使う消費電力だったりとか通信量ってのは少なくて済むと、うん、でそれでいて世界中の、まあ、あらゆるところでねインターネット環境さえあればラジオが聞けるんですよ、うんうん、まあ、そういう意味で言うと貴重といえば貴重、うんうん、で元の発信しているものが電波じゃないですか、うん、あの FM レキオから発している電波の元となっているものがアプリに乗っかって全世界に配信されてるって考えると面白い、うん、で YouTube ってのは YouTube に投稿している動画をみんながアクセスして見ることはもちろんできる、はい、うんうん、まあ簡単で言ったら YouTube の方が簡単なのよ、はい、でラジオは今でも誰でも発信できる、うん、だから本当に何が価値なのかっていうところに関しては完全に自己満足だね、うん、で一つ言えるのはリスナーでラジオっていうキーワードが大好きな人がいて、うん、ラジオしか聞かない人ってもいるわけですよ、うん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 、ごくわずか、まあ、YouTube ってなんやねんみたいな、はい、あとはまあ目が見えない人とかね、うんうん、YouTube は、まあ、でも今 YouTube でも本当に音声しか出ないものも多いからね、うん、写真だけ貼ってあって、まあ、昨日もピックアップ声ボンヌなんかもこれもそうだけどさ、はい、実際に写真だけポンと置いてあって、ね、音声でほぼ聞けるっていう感じ、はい、まあ、これがまさに俺は声ボンだと思ってるから、うんうん、そういうことなんですよ。だからまあそんな感じでね、広くいろんなところでこれ聞いてもらえるようにねやってはいるんですけど、ね、はい、うん、まあこの前も青木くんにも言いましたけど、
とにかく自分の声が誰かに影響を与えていくっていうことを、まあ、それこそが、まあ、一つのやりがいではあると思うので、はい、うんうん、まあ、もちろん、はい、今週のピックアップ声ボンヌは声優の櫛田千之さんをピックアップさせていただきました。はい、もう終了のお時間が来てしまいまして、まだねちょっと続くんで、YouTube でよかったら聞いてみてください。はい、なんか途中からほとんど僕が喋ってるんで、誰が声ボンヌやねみたいな話になってますけども、はい、ではまた声ボンラジオ来週土曜日21時からよろしくお願いします。